どうも皆さんこんにちは、リュウです。今回はですね、何やっていくかっていうと、マムタロト用のライト防眼装備、こちらをちょっとご提案していこうかなと思ってます。今更感はあるんですけども、いろいろね、新しいガンマ装備とか追加されて結構強くなったので、ライト防眼装備ね、こちらをちょっとご提案していこうかなと思います。一例として、何の武器で言ってもらってもいいんですけども、ちょっとまあバーっと YouTube 見た限り、なんか今更マムタロト用の装備紹介してる人があんまいなかったので、今回は、満を持して僕がちょっと紹介してさせていただこうかなと思ってます。ライトボウガンがね、めちゃめちゃ相性いいんですよ。見てもらいたいなと思いますけども、これ4人でいきゃね、すげえ速いと思います。めちゃめちゃ速いと思う。で、武器なんですけども、エンプレスシェルメイト、これがですね、ほんとマムタロトのために作られてるライトボウガンなんですよ。一応回心率強化、カスタム強化して、で強化パーツは反動、リロード、リロードっていうね、強化にしてるんですけど、何が強いかっていうと、やっぱ弾丸節約が武器についてると。これが非常に強いです。でね、打てる球がもう優秀すぎて言うことないんですよ。言うことない。睡眠弾レベル2で、要は最後のエリアの睡眠爆破にもできるでしょ。で、普段だったら電撃弾、雷撃弾か、雷撃弾の速射が対応してるんで、あいつ雷属性弱点なんですよ。だから、バカバカ雷撃弾を撃っていける。で、さらに残裂弾、雷撃弾じゃねえかこれ、電撃弾かこれ、で残裂弾と水冷弾、この、2つが要は解き放たれた後のマムタロトに撃てるんですよ。だからマムタロトに撃つ弾、なんか全部で4種類くらい持ってるっていうね、すごい強い、ライトボウガンになっております。これでスキルをね、ちょっとじゃあ、見ていきたいんですが、装備一覧はこんな感じですね。エンプレスシェル名刀、爆死の五石3、体力の総意、天身の総意で、レウスベータ、エンプレスベータ、ドラケンアルファ、レウスベータ、カイザーガンマという感じになっております。で、スキルがですね、これ一切生存に振ってないので、不安な方はね、後で装飾品のとこ見せるんですけども、変えていただきたいところがあるんで、まあ、ご案内したいなと思うんですけども、火竜の奥義、これで、要するに会心が発生した場合の、ダメージをアップさせる。これね、今 55% になってるんですよ、表示で。武器20の渾身が30で、ここで50ので、攻撃4で55ので、見切り7で30だから 85%、 もうそもそも 85% 回心率あるんですよね、この武器。スタミナがマックスだったら、だからめっちゃ強いんですよ。で、弱点特攻が効かないこともあるんで、彼ね、マムタロト、ま、彼ってか彼女か、マムタロトちゃんなので、一応弱点特攻は抜いちゃいました。で、雷属性攻撃、一応間違えた。見切りならさっき言ったように、その回心率がね、そもそも素で 30% 上がるっていう。これがね、ドラケンアルファで付けられます。これで、攻撃レベル4で攻撃プラス回心率アップでしょ。で、雷属性攻撃強化によって、その雷撃弾のダメージをアップさせてあげると。で、フルチャージでもしっかりと基礎攻撃力をアップしてあげる。で、ボマーはこれ、要は最後のエリアと、あとエリア3、エリア2か。で、爆弾置くんで、基本的には。なので、これ 1.3 倍に威力アップ。で、渾身レベル3で回心率プラス 30% してあげると。で、死にスキルで非属性攻撃強化ついちゃってるけど、技物弾丸節約で、防ガの弾の消費を抑えるという感じになっております。まあ、なかなか綺麗にできたんじゃないかなと思いますけどね。装飾品なんですけども、装飾品がだから、生存に振ってないので、この達人獣が全部で3つついてるんですけど、この達人獣3つのところを、まあ体力獣とかね、あの辺に変えてもらえれば、ちょっと若干回心率は落ちるけども、体力にして生存に振るっていうことは全然できるんで、まあそんな感じでカスタムしてもらうのがいいかなと。不安な方はね、まあ弱点特攻入れたいっていう方は、別に渾身のところ弱点特攻にしてもらっても、そうすればまあなんだろうな、軟化したときは、おそらく回心率 100% なんじゃないかなと思います。じゃあちょっと最後にですね、これだけだと説得力ないんで、まあ、どのぐらいダメージが出るのかっていうのと、まあ、各種の弾の使いどころっていうのもご案内していきながら、カットカットしますけど、マムタロト長いんでね、これでちょっと動画の方、終了したいなと思いますので、早速実践編へどうぞ。
効率的なね、あの周回方法とかは、あの他の方が動画にしてらっしゃったりするんで、そっち見ていただければと思うんですけども、一応まあこのエリア2から行きましょう。とりあえずエリア2で、ここに爆弾置いてもらって、で、ここで起爆榴弾設置。で、マム太郎とか来るのを待ちます。で、ここでしっかりと、メッセージ、デュエルスタンバイということをまあ送信してもらって、さあ、行きましょう。天使の装備着て、あとはここでひたすら、電撃弾を撃ってもらう感じですね。今腕だとそんな入ってない、あの軟化してないので、そこまでまだダメージは入んないっちゃ入んないんですけども、32、17とかいう感じですかね。まあ一応うまく撃つと、属性弾はある程度貫通するようにはなるんで、さあ37、お37とかじゃない、30、37か、30、317とか、そんな感じですかね。まあある程度軟化しなくてもこんだけのダメージがポンポンポンと、ダメージ入りますから。あとライトボウガンね、あのいいところはそのあれなんですよ、プレイングスキル不要、マジ適当にやってても大丈夫なんで。あ、軟化した、軟化したらここで打ってもらえば80とか出ますね。84とかで40とか、80、40、44みたいな感じかな、80、40、40、44みたいな感じかな、結構強いね。だからこれがこうバン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 この速度で入ってくんで、これで解き放たれた、まあ、16人くらいでねやってれば、このぐらいになるんですけど、で水レーダーも一応打てます。解き放たれた後はこれで水レーダー打つと、まあ、ある程度15とかですけど一応入ります。そしたらこのエリアは別に攻撃しなくても勝手に多分エリア4に行くんだけど、暇だから、残裂弾打ちます。一応でどのぐらいダメージが出るのかを見ていただきましょう。17くらいですね。多分まだ第一段階しか角破壊してないんですけど、まあ、一応17くらいかは出るかなっていう感じですね。まあ17も出ればだいぶ高い方なんじゃないかな、現状の残裂弾だとね。で尻尾には7とか8とか9とかくらいしか出ないかなっていう感じですね。で一応注意事項なんですけども、あの調合分ね、弾の調合分全部持ってってください。一応多分使わないけど一応ね、あの爆弾の調合分と睡眠弾の調合分と残裂弾の調合分と電気弾の調合分一応持ってった方が安心だと思います。多分いらないけど16人でやってればね。まあ、忘れちゃいけないのは睡眠弾の調合と爆弾の調合分ですかね。まあ、その2つあれはとりあえず大丈夫かなとは思いますが、さあ、そしたらこれでエリア4に行くので、ここで睡眠弾レベル2を打っといてあげて、3発くらい打っとくと、次のエリア行って2発くらい打てばすぐ寝るんで。さあ、最後の お仕事ですね。睡眠弾レベル2を打ちましょう。現状この追跡レベル5で、ちなみに言うの忘れてましたけど、追跡レベル5で、2回目ですかね。でこうやって打てば寝てくれるんで、あとは起爆榴弾設置して、爆弾置くと。でここでみんながボマーついてて、みんながオータル爆弾 G を置いてくれれば、まあ1回とプラス残裂弾とか、もしくはまあ2回くらいやればすぐ角折れますけど、ワンチャン一発目で折れることもありますけどね、追跡レベル6とかいってると。じゃあ起爆しまーす。はい、じゃあもう一回いきましょう。これでみんなで睡眠弾を打ってあげて、ちょっとね、全員ライトボウガンじゃないんで時間かかりますけど、こんな感じで今2人ぐらいですかね、ライトボウガンがいるのが。でここで寝かしてあげて、これ全員ライトボウガンあったらもっと早いです。で、オータル爆弾 G をバコバコ置いて、でここでショータル爆弾を置くんですけど、なんかねまだね爆弾置いてない人がいたみたいで、だから2回目でクリアできてねえっていうね。これあともうちょっとなんで、まあ適当に残裂弾かなんか打っていただければメインターゲット達成という感じでございます。ちゃんとねオータル爆弾 G は皆さん持ってくるようにして、超5分までいただければ問題ないのでよろしくお願いいたします。動画気に入っていただけましたらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。